近差での優勝争いが続くセ・リーグの個人タイトルを見てみると本塁打部門は東京ヤクルトの村上宗隆24、が24本でトップ巨人岡本和真2 8 d n a オースティン33が1本差しで追っている記録はいずれも10日時点以下同打点トップは巨人岡本の68村上は66でそれを追いかけている 写真を見る、歓喜の輪で笑顔の村上。今シーズンはあと何回見ることができるか、この数字だけを見ると、村上が最下位に沈むヤクルトにおいて一人で気を吐いているような雰囲気だが、実際は違う。打率は2割3分1厘、9月に入ってからの7試合は25打数2安打。三振は12をカウントしており、7日の阪神戦では日本選手初となる。 2年連続163進も記録し、さらに8日の試合で2三進した。三進部門の2位は中日、細川誠也26の139。3位が阪神、佐藤輝明25の115。162個と突出して多い村上の2年連続三進王は決定でしょう。スポーツ指揮者。 168個で最初の年間三冠王を獲得した23年以降は、制裁を欠いたまま、ライバル球団スタッフとの厳しい意見も聞かれた。今期は本流と打点に、三振を加えた三冠王,王になるかもしれない。相手バッテリーに裏をかかれ、2ストライク後の絶好球をあっさり見送って三振を喫する場面もあれば、外角球を振り遅れて空振りするシーンも見受けられます。 前出、ライバル球団スタッフ。阪神との3連戦初戦を落とした6日、高津慎吾監督、55は村上の不振について聞かれ。彼だけじゃないですけど、やっぱり、彼が打たないとね。なかなか、点に繋がらないですね。と、力なく答えていた。同日のスコアは1対9、ワンサイドゲームだったが、1点ビハインドで迎えた3回裏 走者を一人置いた場面で村上に打席が回ってきた。ホームランが出れば逆転、神宮球場のスタンドは主砲の一発に期待したが、三振に倒れている。その日の試合前、大松松一打撃チーフコーチ、42、が村上につきっきりになる場面がありました。高津監督は、自分は何も喋っていない、と言っていましたが、前室、スポーツ指揮者。 左肩が下がっている、バットが下から出ているなどの欠点も聞かれたが、首脳陣も技術面でのアドバイスは送っているはずだ。ホームラン王のタイトルを争っていることを指して一定の評価をする声もあるが、打撃フォームが変わるのは技術面で劣っている、との厳しい意見も聞かれた。練習態度は真面目、バットを振る量も他の選手より多いし、ウォーミングアップのランニングでも先頭に立って走ろうとします。 普段から練習量が多いのに、不審に陥った時はさらに練習量を増やす。それ以外のことができない選手で、気分転換が上手ではないんです。チーム関係者。